北海道の小島、金沢は縦に送ってクオーシが流れている。ファーサイドフリー、杉浦のバレー決まった。金沢1点を返した。47分、杉浦2試合連続ゴール。リアの強みが出たシーンですよね。まあ、ここ前が空いてましたので、大石選手がサイドにランニングをかけると、でその段もうその際に杉浦選手はスタートを切ってましたので、ディフェンスライン、長崎のディフェンスラインより早くスタートを切ったことでこのゴールが生まれたと思いますし、あとは最後ね